それではフォステックス FF125WK を使ったバスレフスピーカーの製作第2回目スタートしていきたいと思います。本日はですね、部品を購入する様子をご覧いただきたいと思います。部品購入に先立ちまして、まず最初にしなければいけないのが板取りと呼ばれる作業です。木取りというのかもしれません。で、これは何をするかと言いますと、流通している MDF の板にはですね、規定のサイズがありまして、今回購入しようかなと思っているのは 3×6 と呼ばれるタイプで、これ多分おそらく3尺と6尺の意味だと思うんですけれども、サイズとしては180センチと90センチ、こういうものが一般的です。で、この板でですね、所望のスピーカーの部品がちゃんと取れるかというのを確認すると同時に、もしくはカットをお願いする場合ですね、業者さんにそのカットの参考になる図面としてお渡しするようなものを作るということになります。で、こちらがですね、今回の私が作ろうと思っているスピーカーの各板部分ですね、側面、正面、天板、底面、こういったものをですね、配置していったもので、線をいろいろ引いていくと、ちゃんとこの規定の180センチ×90センチの板の中に収まるなということが確認できてます。一部ですね、ここにご覧いただきますと、フロントバッフルの板が同じようなものが4枚並んでいて、あれと思われるかもしれません。今回購入する板は9ミリの厚さの板なんですけれども、フロントバッフルは18ミリの厚さにしたいというふうに思ってまして、そのために同じサイズの板を2枚貼り合わせて、その18ミリのフロントバッフルを作ろうかなというふうに思っています。同じようにですね、月板も標準的なサイズというものがありまして、これも180センチ90センチなんですけれども、ここで月板がちゃんと取れるかというのを確認するための、板取りの図面を描きます。で、この時にですね、あまり、サイズキチキチにしますとですね、あと板で突き板を貼る作業が、難しくなってしまいますので、貼りたい面からですね、2、3センチ、3、4センチ、大きいサイズの突き板を取るつもりで、描いていくのがいいかなというふうに思います。それからですね、底面、底の面ですね、それから裏面、そういったところに、板を貼るかどうかというのも選択肢としてあるんですけれども、私は今回は底面、それから裏面には貼らないで、正面から見えるところにだけ、突き板を貼るような形で、板取りをしてみました。はい、引き続きまして、こちらにご覧いただいているのが今回購入する部品の一覧です。スピーカーユニットですとか、端子、ダクト、それから吸音材ですね、そういったものをここに並べてます。吸音材は必要なのでリストには入れたんですけれども、私はですね、今倉庫にたっぷりストックがありますので、今回私は購入しないんですけれども、必要ですよということでリストには挙げました。それから板材と、そしてですね、今回丸い穴をたくさん開けなければいけません。これもちろん自分でやることもできるんですけれども、少し今回は不精しまして、カットも業者さんに一緒にお願いすることにしました。そして突き板とその突き板を貼る接着剤、それからですね、塗料です。塗料は仕上げのニス剤とそれの下地剤としてサンディングシーラーという液を使います。それを塗るためのハケ、そして、突き板を貼る接着剤を伸ばすためのローラーですね、こういったものを今回購入していきます。で、このスピーカーユニット関連はですね、小泉無線さんというところで、買っていこうかなというふうに思ってます。それから木材とそのカットはですね、今回初めて使うところなんですけれども、三遊木材さんというところをネットで見つけましたので、こちらにお願いしてみようかなというふうに思ってます。突き板はですね、もう何度も何度もご利用させていただいてます。突き板岐阜さん、というところで、購入したいと思います。それからですね、ハケとか、それから塗料類ですね、ロイモールさんですね、ロイヤルホームセンターさんのネットサイトです。通常は私家の近所にある実店舗に行って買うんですけれども、同じものが、このネット通販でも買えることを確認しました。はい、ということで、いろいろと注文して、到着を待ちたいと思います。
はい、ということで部品が届きました。まずですね、カットされた MDF の板ですね。それからスピーカーユニット、バスレフ用のダクト、スピーカー端子、そして奥側にはくるくるっと巻かれてますけれども月板、こちらが届いてますね。ではちょっとこのスピーカー開けてみたいと思います。うん、どうでしょう。いいですね。やはりこうやって部品が届くとテンション上がってきますね。はい、では早速制作に取り掛かりたいと思います。